特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまの独り言。仮面ライダータイクーン、桜井景和を語ろう。どうもゆうちゃまです。ギーツのライダーの中では一番好きなライダータイクーン、ゆうちゃま的にね。世界平和を望むキャラクターで、本当にもうただのお人よし、一番こうライダーの中で一般人の感覚を持ってると思うんですよね。いろんな物事に対して疑問を持ったり、視聴者と同じ目線に立ってくれる存在でした。すごくだから本当に初回の放送とかを見てて、すごくタイクーン目線で物語がまあ作られてるのかなっていう印象がありましたね。エースは俺様系ですし、ネオンちゃんお金持ちで、もう道長も初期の頃、仮面ライダー絶対に許さねえって感じで、もう価値観の違いがね、もうライダーの中で顕著に現れてたと思うんですけど、一番こうタイクーンが一般的な視点で、まあなんか本当に競馬目線で見れたのがすごく良かったのかなって思います。だからこそ後半の闇落ちした時、すごくね見てられませんでしたね。武人ソードの時、まあ、あれはあれでかっこよかったんですけど、あのねこうね辛かったよね。まあでもあの競馬の立場になった時、まあ、外野から見るとなんでだよ、なんで道長に当たるんだよっていうね、あの立場になったらね、こう道長を恨む気持ちもなんかねちょっとわかる気がしますよね。そこにしか当たれないというか、当たっちゃダメなんだけど、ただねまあこう競馬を見て思ったのが、まあ、罪を憎んで人を憎まずですよね。なんかその殺されたからその人を殺せばいいっていう、そういう問題じゃないと思うんですよね。最近の仮面ライダーはこう闇落ちイベント毎回毎年あるじゃないですか。なんでこう今回はケイワだったってことですよね。まあ、ケケラとね最終的に決着もつけられて、一番因縁の相手とはちゃんと1対1で勝負してくれる。ギーツの作品は、まあ、こうそれぞれのベストバウトがあって、そこが良かったです。個人的に桜井景和の変身ポーズ好きですよ。あのポーズかっこいいですよね。ゆうちゃまでした。バイバイ。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。ゆうちゃまでした。